午前7時ごろ札幌市南区の住宅街でまたクマが歩き回る姿をカメラが捉えました南区の住宅街では先週6日の夜から連日クマが目撃されていてけさ墓地の近くにクマが現れたことから札幌市がきょう初めて猟友会に出動を要請しましたハンター3人が住宅街での警戒を続けています いやちょっと怖いですよね、こんな住宅街にまで出てくるなんて、はい。お供え物は今日は持ってこなかった花とえ飲み物だけで、すす。ぐ持って帰ります地域の安全面を考えて、まあ、捕獲を含めた対応についてということで、えー、さんんんだわけけなんですけど。札幌市は、箱穴を設置したほか、外にゴミを放置しないよう注意を呼びかけています。